強いっすね。めちゃめちゃ強いと思います。めちゃめちゃ強いし、蹴り技多彩だし、まあ、でもなんか会場でも見たことあるんですけど、あんまり盛り上がってないなみたいな、なんかポイント取って流す試合みたいな。俺は倒しに行くんで、絶対倒して会場は盛り上げます。NJKF と、ジャパンキックの交流戦でもあって、やっぱり僕は NJKF の強さをしっかり、他団体の、場でしっかり強さを証明したいと思ってます。左フックと、まあ、右のミドルが強い印象かなって見て思いましたね。はい、それには気をつけたいなって感じです。はい、僕の武器はやっぱり蹴り技で、はい、しっかり、もてあす選手を蹴りで翻弄してやろうと思ってます。はい、会場に来てくださる皆さん、いつも本当にありがとうございます。俺の覚悟をこの試合で見届けてください。応援よろしくお願いします。東京まで足を運んで、応援に来てくださった皆様ありがとうございます。今日必ず KO 決着でいい試合するんで、ご期待ください。全て奪ってやります。元安く覚悟しとけ。さて5回戦第1ラウンド開始のゴングが鳴っています。ともに右のオーソドックススタイル、黒いトランクスが元康プ、ピンク色の系統のトランクスが北野、いきなりハイキックを見せました。ローキックは元康プ、お互いにまだ様子を伺っている感じ。ローキックを出しています。この緊張感がいいですね。いいですね。ピンク色のトランクス北野、ここにワンツーを見舞った元康ックです。引っ張らきましたね。はい、バックスピンキックを見せました北野。対戦です。1ラウンドお互いにまだ様子見という印象もあります。そうですね、結構探り探りの1ラウンドですね。はい、右のミドルを出した元康、左ハイキックを見せます北野。右のローキック北野、左ローキック北野。前蹴り北野、右ローキック北野、また右のローキック北野が今度は左ハイキック、左ハイキックを何度か見せている第1ラウンド。
返したいですね、蹴り。ちょっともらえてるかな。そうですね、はい、北野の方がいろいろな蹴りを出しています。またローキックハーフ気味な感じですね。そうですね、はい、痛いんですよね、カーフ踏ん張れなくなるだそうですね、はい、右のミドルを放った本安く、残りは10秒です。第1ラウンド蹴り伸びますね、やっぱり、はい、はい、これはバランスを崩しました、バランスを崩しました、ノーダウンです。第1ラウンド終了。ダブルメインイベントの第1試合、ジャパンキック対 NJKF の対抗戦、68キロ契約ウェイト、まあ、まさに様子見の中から最後はお互いちょっと持ち味を出したかなというところでしょうか。そうですね、はい、ただまだ5ラウンドあるので、はい、まだ全然わからないんですけど、このやっぱ1ラウンドでやっぱりお互い探り探りの勝負になったかなと思います、はい、この第1ラウンドを受けて第2ラウンドどう展開していくのか、このダブルメインイベントの第1試合です。青コーナーの北野克樹は宮本さんのお話にもありました、 WPMF インターナショナルのスーパーライト級、そして WBC ムエタイの日本統一スーパーライト級、さらに IOC インターコンチネンタルのスーパーライト級と3つのタイトルを持っています。第2ラウンドが始まっています。今度はかなり、おーっと左、強烈な左の一発、左入りました、入りました。パンチで行こうとしたところは合わせた感じですね、綺麗にカウンターで決まりました。モテアスクダウン、やっぱ綺麗に伸びますね、はい、モテアスク選手もそんなダメージはない感じですね、はい、しっかり立てているので、はい、しかし鮮やかなダウンを奪った北野克樹、ここはしかし北野克樹も落ち着いてますね、慌ててはいかないですね、そうですね、一気加勢に行くかと思ったんですが、はいはい、よく見てますね、モテアスックが第2ラウンドちょっとこうリズムを変えて出ていこうとしたところにもらいましたよね。そうですね、パンチの距離でハイキック出せる選手ってあんまりいないので、分からない、下から来るので、はいはい、そこもらっちゃったんだと思います。そうですね、はい、これはもう北の鮮やかでしたよね。そうですね、そのあたりを警戒してか、またモテアスックはなかなか出ていけなくなりました。そうですね、ローキック北野、そして前蹴り北野、膝を出す北野、最後の、これはノーダウンですか。ノーダウンですね、パンチの距離のハイキックやっぱ入っちゃいますね。そうですね、はい、残り1分を切っている第2ラウンド、このラウンドモテアスックがダウンを奪われています。北野が鮮やかなダウンを奪いました。右のパンチを放ったモテアスックですが、ブロックしている北野、ローキック北野、ジャブを伸ばしたモテアスックです。モテアスック選手どう攻めようかって感じになってますね今。そうですよね、本当、はい、出たくても出られないというようなね。そうですね、はい、北野選手の足技がやっぱ豊富になっているので、多くなっているので攻めづらい感じですね。はい、第2ラウンド残りは10秒です。ここで第2ラウンド終了、鮮やかなダウンを奪った第2ラウンドの北野克樹です。あれはしかし狙って出した蹴りだったんでしょうか北野は。そうですね、あとスイッチもしないでの左ハイキックだったので、あはいきなり前足のハイキックだったので、はいはい、見えなかったのと、うん、パンチに
攻めたところで当たったので、はい、はい、まあ、タイミングといいね、はい、素晴らしかったですよね。そうですね、まあ、モテアスックが本当になんか出られなくなってしまった印象ありますが、そうですね、蹴り技を警戒して、はい、出なくはなっちゃいましたね。まあ、どうこの3ラウンドで帰ってくることができるかモテアスックです。ラウンド3第3ラウンドが始まりました。ダブルメインイベントの第1試合、68キロ契約5回戦です。まだこのラウンドを含めて3ラウンド残っています。前蹴りを見せながら出ていこうというモテアスク、初めての首相撲ですね。そうですね、そうですね、はい、左のハイキックは本当によく伸びてきます。北野、はい、北野さんまた狙ってますね、本当に宮本さんおっしゃるようにパンチの距離できちっと決めてくるキックなんですよ、これね。そうなんですよ、下から来るので見えないですよね、ここは首相撲になっています。膝蹴りを見せるお互いの膝蹴りですがブレイクです。しっかり首相撲できますね、ここはまた首相撲、こうしてちょっと見ると北野選手の左の脇腹のあたりがかなりこう垂れてるというかね、ここはあれですか、ミドルが当たったということなんですかね。そうですね、モテアスクのね、そうですね、はい、高いですね、はい、ただダウンを第2ラウンドに奪ったのは北野。なんとかモテアスクも出ようとしています。このラウンドは首相撲が多くなっています。お互いに肘も出そうとしていますが、膝を出す両選手、左ハイキック来たの、ここはブロックした。モテアスク、右から左パンチを放った。モテアスク、もうちょっと欲しいですね、パンチ、はい、あーっと右、いや左、いや、この北野のハイキックは破壊力あります。モテアスク選手これ警戒しますね、パンチっていう時の左ハイですね、左ハイキックブロックしているモテアスクですが、北野選手楽しんでる感じ、楽しんでるですね。ここで第3ラウンド終了です。かなり首相撲の展開が多かった第3ラウンド、まあ、モテアスクもなんとかこう捉えようというような、ね、姿勢は見えた第3ラウンドだったように宮本さん思います。そうですね、はい、結構前に出て首相撲の展開にもあったりはしてたんですが、はいはい、何回かやっぱパンチ出たところにやっぱ左ハイが何発か当たってたので、はい、そこちょっとやりにくそうでしたね。そうですね、ダブルメインイベントの第1試合、68キロ契約ウェイト3分5ラウンド、これから第4ラウンドが始まります。セコンドラウンド4、ローキックから来ました北野。ここは首相撲にすぐに入りましたが、この4ラウンド5ラウンド次の5ラウンドがまた重要になってくるので、ここ大事ですね、はい、モテアスクが出て、モテアスクが出てパンチを放っている、パンチを放っている、
接近してパンチを放す。モテアスク肘も出している。ここは北野が膝を出します。北野選手やっぱ打ち合う気あんまないですね。あ、はい、自分の距離で蹴っていくという感じですね。そうですね、でパンチに来たら組むっていう感じですね。体勢を入れ替える北野。ブレイクを命じますレフリー。ああ、これですよね、はい、早いですね、これ怖いですね、はい、北野の左ハイキック。組んでのお互い膝の蹴り合い。第4ラウンド1分30秒経過。接近して細かいパンチを放つモテアスク。すかさず左のハイキックが伸びてくる北野。ジャブを放ったモテアスク。おっと、この辺りはモテアスク持ち味は出していますが、とにかくよく左のハイキックが伸びてきます北野。また左ハイキック、左ボディーブロー、モテアスクです。左またパンチを放つモテアスク。右ちょっとバランスを崩した。右のローキック北野です。ここは首相撲の展開。残りは30秒になります。第4ラウンド接近してのパンチ、ガードの上から。しかしこの隙を突いてね、北野がハイキックを放すんですよね、左の。そうですね、さっきよりモテアスク選手も出て、はい、出てきましたね、パンチで、はい、はい、いいと思います。出ながら肘打ちも交えながらのパンチを放つモテアスク。体勢は入れ替えています。ピンクのトランクス北野、黒いトランクス本安久。第4ラウンド終了です。第4ラウンド、かなり宮本さんもおっしゃったように本安久がパンチから活路を見出しそうな雰囲気はありました。そうですね、はいはい、ちょっと北野選手止まってブロック部分が多くなってきたので、うん、はい、もうご覧の目はお互い疲れてくる。勝負にもなる。そうですね、まあ、ただダウンを奪っている分だけやや採点は北野、ここまでは優勢と考えていいですか。そうですね、はい、ダウンでポイントも取っているので、はい、モテアスク選手はもうラストなんで、もう止まらずガンガン前に出るしかないですね。そうでしょうね、はい、ダブルメインイベントの第1試合68キロ契約ウェイト3分5ラウンド、ラストラウンドが始まります。黒いトランクス本安久、ピンク色のトランクス北野克樹。ショートレンジ左のフック、本安久、おっと前蹴り北野、ミローキック、左ハイキック。この辺りは北野、第1ラウンドから変わりません。もう出るしかない、はい。第2ラウンドにダウンを奪っている北野克樹。ミノフクから右ハイキックダウン、強烈。今度は右のハイキックでした。右でしたね、綺麗に入っちゃいましたね、はい、鮮やかなダウンを奪った北野。おっと、モテアスク反撃、モテアスク反撃、盛り上がっているラストラウンド。ダウンを奪われているのはモテアスクですが、接近してパンチが決まればまだモテアスクのチャンスはある。モテアスク選手も出るしかないですね、はい、はい、ダウンは2回奪われている。モテアスクも出るしかない、勝つためには出るしかない。膝を払っている首相撲の展開。ラストラウンド第5ラウンド、お互いに膝を蹴り合っています。
残りは1分40秒、ダウンを2回奪われている黒いトランクス元康ク、出るしかない、左右のパンチを振るっている元康ク、ちょっと滑るというような感じで場所を変えました。こかしましたが、まあ、こうしてこかしてもポイントにはね、宮本さんなりませんからね、ここはね。そうですね、北野選手 もうパンチの距離になったら、組んで、避けてますね。そうですね、首相撲の展開、残り1分になりました、ラストラウンド、ダウンを2回奪われている元康ヒップは行くしかない、フロイトランクス前蹴り、北野ガードの上からパンチを放つ元康ヒップ、前蹴り北野、そうですね、北野選手、まあ間違いなくポイントでは勝っていますので北野、そうですね、残りが30秒になります、ラストラウンド、最後何があるか分かんないんで、最後まで、そうですね、はい、一発逆転を狙う元康ヒップ、手止めちゃダメですね、はい、懸命にパンチを振る元康ヒップです、リズミカルにハイキックを放つ北野、北野ハイキック、まだハイキックが出る、10秒を切ったラストラウンド、試合終了、北野選手の振り技にやっぱ反応されたかなっていうのはありますね。そうですね、はい、2度のダウンを奪っている北野、まあおそらく判定勝利は動かないところでしょうね、これね。そうですね、でも小田選手も最後まで、諦めずに、出てましたね、そのあたりは本当素晴らしいファイトだったと思いますね、はい、勝者青コーナー北野、やはり判定は青コーナーの北野、ダウンを2回奪った北野勝樹、鮮やかなキックが再三見られました、青コーナー北野、同じく桜井49対45、ダブルメインイベントの第1試合、ジャパンキック対 LJK 部対抗戦の元康ヒップ対北野勝樹は、正司会の青コーナー北野勝樹の判定勝利でした。株式会社ディレクト様よりレッドブルーです。